はい、マックスです。今日もスペシャルゲストに来てもらってます。どうぞ。こんにちは。また今日もよろしくお願いします。北野少年団のイケメンコーチ、川崎直人コーチになります。川崎コーチはね、前回の動画にも出てもらったんですけど、はい、中学校の時と大学生の時に、はい、北海道の大会でも優勝している名選手になります。はい、今日はそんな選手にいろいろ教えてもらいたいと思います。はい、今日のテーマなんですけど、今日のテーマは高校時代一番きつかった公営練習高校時代に一番きつかった公営練習を川崎選手には僕にやってもらおうと。前衛なんでそう、川崎コーチは公営なので、今日ちょっとやってもらいたいなと思います。はい、で、川崎コーチはね、光栄なんですけど、一番こうきつかった練習、高校の時きつかった練習、そう、ちなみに川崎コーチはその北海道の遠野森三愛高校っていう、はい、北海道だとこう2強のね、遠野森、僕北海道尚志、はい、まあ、今の北海道科学大学高校だったんですけど、遠野森でも一番きつかった練習ってあります？一番きつかった練習はバッテントップ。バッテントップ、はい、こう走るやつですかね。そうですね、うん、2人1組になって、はいはいはい、交互に、はいはいはい、よくやるやつですかね。はい、それを3分間やり続け、3分間、長っ。いや、そうなんです、やばい。それがもうきつくてきつくて、それ何セットやるんですか？大体3セットおお、いや、それはえぐいな。きついですよね。今日やる練習もね、もっともしかしたらきついかもしれないというわけですね。今日は私の母校である北海道科学大学高校ソフトテニス部でも一番きつかったやつがあるんです。それをやりたいと思います。やってやりますよ。はい、やってください。それは今日のやる一番きつかったやつは全面前後。全面前後、はい、全面オールコート前後、まあ、左右全て飛距離で守るっていう練習で、2分間3分より2分間1人で自分のコートを守るっていう練習をちょっとやってもらいたいと思うんですよね。じゃあ川崎コーチ、心の準備はよろしいでしょうか？はい、その覚悟で今日は来ました。おお、じゃあ実際に全面前後チャレンジしてもらいましょう。はい、頑張ります。よろしくお願いします。行ってきます。レッツゴー。頑張ります。お願いします。スタート。はい、よし、よいしょ、回り込む、はい、きつい、取る、無理だー、やばい、よいしょ、はい、いや、まだ20秒、そっち、よいしょ、いや、バック、いやー、いやー、
疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。もう素直に死にました。めっちゃきついです。カメラ出るは結構楽しいんですけどね。楽しんでるなと思ってましたよ。まあでもきつい練習も楽しくやるってのがやっぱ一番いい。ね、いや本当に声出して楽しそうにやってる。これは本当高校生中学生もね、きつい時こそ声出すっていうのはね、すごい大事なことですよ。高校生の時はね、これを確かね、5セットぐらいやった記憶があるんですよ。それはもう終わりますね。酸素を吸うのがもう必死だった記憶が。もう2分で必死です。そうです、はい。まあ、こういうね、きつい練習も、まあ、たまにはね、必要かなって思うんですけど、根性論だけの、もし練習であれば、まあ、あんまりいい練習ではないのかなと。なんかこう、目的を持ったね、練習が増えてくれればいいなというふうに。まあ、皆さんもぜひこのコメント欄に俺の高校の時もっときつかったぜっていう練習があればね、はい、ちょっと教えてもらえればまた川崎コーチがチャレンジしてくれる。また僕がやるんですか。僕はちょっと多分できないので、はい、前衛のきつい練習とかあったら。ああ、そうですね、僕前衛なんで、はい、100本スマッシュとかね、100本スマッシュ、100本スマッシュ今度やろうかなと思ったんですけど、ぜひぜひ何かあったらこのコメント欄にお願いします。お願いします。お願いします。このチャンネルではソフトテニスに関する体の使い方やストレッチ、筋力トレーニングなどさまざまな情報を皆さんに分かりやすい形でまとめて発信しています。まだチャンネル登録してなかったよという人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それからこの動画がいいねと思った人もいいねボタンお願いします。 Twitter の方でも有益な情報を発信していますのでぜひフォローしてください。では最後に川崎コーチ一言お願いします。きつい練習こそ楽しく頑張りましょう。いや、そうですね、名言ですよ。本当に皆さんきつい練習こそ楽しく頑張って、またコロナが明けていい方向に向かってると思うので、また大会とかに、ね、向けて頑張ってもらいたいなというふうに思います。それでは皆さんまた次回の動画で会いましょう。川崎コーチ今日はありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんまた会いましょう。バイバイ。